Honestly!
松茂、てめえ、もう一回言ってみろ。こんな定例会、意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいなら、バスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえ、もう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎが